はい、今日はですね、つい先ほどまでケンガトキというスマートフォンゲーム の生放送の司会をさせていただいておりまして、まあ、花井夏樹くんとケン君と一緒だったんですけど、そのためにこういうちょっと夏っぽい格好をしていて、なおかつメイクをしていただいているので、このまま自撮りで二次通ニュースをお届けしたいと思います。今週はこんなニュースがありました。はい、大きかったのはですね、コミックマーケット99、こちら開催延期が発表されました。開催されるのは2021年ゴールデンウィークというのが今目指して動かれているということなんですが、これも本当にできるのかどうか、でそして何よりもこう印刷業界に対する打撃が大きいんじゃないかなんてことも言われております。コミックマーケットがなくなってしまうと同人文化自体がどうなるのかわからないですからね、ぜひなんとか開催してほしいと参加者の一人として思います。そして、配給とうとう8年半の連載にピリオドが打たれることが発表されました。7月の13日発売のジャンプで明らかになって、7月の20日に、今回に関してはもう完結するということですね。でそしてあとはラブライブも新しい企画が発表されたのと、あともう今イベントができないというふうになっている中で、今回ですね、10月の18日に角川が EJ アニメミュージックフェスティバル2020、これ完全に配信スタイルでやるということなんですが、一体どういうことになるんでしょうか。さあ、そして今週のですね、アニメ関係のこれがアニメ化されるという情報についてもお届けしていきましょう。疲れたんで今腕を取り替えました。はい、そしてテレビアニメ配給、こちらの第2クールが10月から、トゥーザトップの方ですね、第2クールが10月から放送を決定。でそして7月の13日、こちらテレビアニメ不滅のあなたへ、のメインキャストが発表されたんですが、これマガジンで連載している漫画なんですけど、これね、どうやってアニメ化するんだろう。漫画がちょっと普通じゃないんですよね。主人公って言っていいのかどうかわかんないキャラクターが形が一定じゃないんです。どういうことかはちょっとあんまりネタバレなんで言えないんですけど、これ僕はアニメ化をどうやるのか本当に注目しております。でそして、架空のフィギュアスケート団体競技を描くオリジナルアニメスケートリーディングスターズが2021年1月から放送配信スタートということなんですが、こちらこれ黒羊のトボソヤナさんがキャラクターを描いていて、実際に制作するのが谷口五郎監督。そうなんですよ、コードギアスだったりとかね、まあ大ヒット作もたくさんある、この谷口監督が作るということになりました。でそして、他にも君と僕の、最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦、ちょっとかっこいいタイトルですけど、ラノベってタイトル最近かっこよくなったんですね。こちらオープニングは、石原かおりちゃん、エンディングは、天宮そらちゃんということらしいです。でそして、またネットフリックスものなんですが、カプコンの世界的大人気ゲームドラゴンズドグマのアニメが、9月の17日からネットフリックスで独占配信スタートということですね。そして、テレビアニメ魔王女でお休み、10月からテレビ東京 BS テレ朝 ATX で放送スタートということなんですが、今ですねサンデー、とにかく可愛いと、この2つ頑張って人気を作ってきたところでのアニメ化です。まあサンデー割とアニメ化得意技ですからね。といった中で今週私がピックアップしたいのはこちら、はい、バンドリプロジェクトのレイザー睡蓮の、舞台、これ開催が危惧されたんですが、行われまして見に行ってきたんですけど、こちらねむちゃくちゃ面白かったんですよ。正直 2.5 次元舞台っていうのは今までもあったと思いますが、もともとバンドリプロジェクトというのは声優さんがリアルにバンド演奏するというところが売りじゃないですか。でそのバンド演奏がまんま舞台のストーリーの中に取り込まれてるんですね。ストーリーの中で必要なところでタイミング合わせギターソロを弾いていくとか本当に大変だと思うんですけど、それをやりこなしていて、今までのバンドの普通のライブでもない、でもちろん単なるミュージカルでもない、 2.5 次元舞台でもない、全ては合わせ持った不思議な魅力のある作品として仕上がっていて、いやこれぜひ他のリアルバンドでもやってほしいなと個人的には思っておりますが、ただ本当コロナ対策に関しては気を使いまくっていて、今の状況が大変だなと思います。逆風に負けずすごいものを作って、この後に新しいスタイルを作り上げてほしいなと個人的には思っております。といったところで、あんまり鍛えてないんで右手も左手ももう限界でございます。今週の二次通ニュースでした。